っていくよー、へへへ、おとなしく始まるとでも思ってか。さあ、おにこさん、おはようございますのお時間でございますよ。わあ、かわいい、何かに気づいた。走っていって家や教会を見つけたよ。そしてその先にはブルーホースがいた。おはようございます。今度の見えた？ああ、前の目みたいな大きな野原にいて、それからミーの村が見えた。でもそこで目が覚めちゃった。ああ、この世界にはあんなものないと思う。あ、大きな小麦畑のこと。ここで見た大きな植物といえば、たくさんある変な木だけ。あとは水に浮かんでる苔の塊ぐらい。あれ？苔ってそもそも植物なのかな？緑虫です。小麦畑はないっすね。すごく綺麗なんだ。ごめん、なんか、困らしちゃってごめんなさい。あの、現実なんで許して。まず、さっき、ミーの夢の中で見たでしょ？ミーの丸の周りにあるやつは何キロも先まで広がってるんだ。なんだろうな。あの、日本じゃなくてアメリカなのかな。あと、風が吹いてた日だとね、波打ってみるんだ。まるで海、食べ物の海みたいにね。あ、でも普通の海にも食べ物あるよ。お魚とかカニとか。海やん。海なら、まあ見たことありますね。すごいね、ブルーホース。ミーはテレビ、おお、逆に珍しいパターン。まさか船にまで乗れるなんて。それに故郷の水はここと違って、なんで、中で何もキラキラ光ってなかったよ。あ、もしかしたらこの世界がかなり暗いせいかもしれないね。あれ、ブルース、ミーは暗い、ここにずっといるとそれが嘘みたいだけど、でも少し前までランプがないと全然眠れなかった。克服できてよかったな。そうだね。じゃないとここでは大変と思ったけど、太陽持ち歩いてるからそこまで悪くなそうだね。それに神様、長いこの会話だけ。おう、よかった。さあ進みましょう。じゃあいよいよ次のパートに進めるんですよね。書くもの見つけたか。あれ装備外れてた。そういうことか。ほい、ほい、ちょ、お邪魔します。ペン習ったよ。ちょっと違うけど素晴らしい。ここに名前の記入を。こう思いの、なんかちょっと何まずい世界でも行くのかな。お邪魔しまーす。階段を登っていって、でまず四天王のね、あの一人目のカンナをね倒しに行く。いやー、出たー。これ戻れなくなるやつ。ほんまに四天王の第一戦目みたいな感じね。覚えてますよ。今ジュゴンが出てきてパルシェが。ちょっと待って。これさ、本当にこう進んでいいの？なんかアイテムか。待って。ほら。やばい。急いで逃げないと。これ戻ろうとする。これ出てこない。なんか今回サムネ候補いっぱい。わー、綺麗。うわぁ、こんな時間まで仕事してるよ。社畜の集まりじゃねえかよ。現在時刻9時を過ぎてるんですけど、まあ9時程度だったらまず社畜って言わないのかな。いや。ちょっと待って、これどうやって吊り下がってんの？太陽か。ご存知、これは救世主、避難所へようこそ。ここでなすべきことは分かっているか？塔に行けばいいんでしょ？あ、塔が見えてきたよ。きっともうすぐだね。入り口はどこ？地表にある。地表？下を見ろ。小さきもの。わあ、ミーたちすごい高い。きっとたくさん階段降りなきゃいけないね。それからエレベーターをつけなきゃ。その通り。だが塔は聖なる場所だ。入り口を見つけるのは簡単だが、それだけでは足りない。ということ？地表に到達したら図書館で手がかりを探すといいだろう。わかった。ありがとう。さあ行け、こう思い出も。すまないが、この地区は立ち入り禁止だ。聖なる穀物を持つ者だけが庭に入ることとされる。聖なる穀物。聖なる穀物。ミラーフォースってか。さあ、何？頼むよ。もう一日だけ。返すのを待ってくれないか。なんとかなるんだって、あと300円くらい。頼むから、動いてくれ。今のなんだろう。すごい引いてるやつ。さあ、どっちなんだろうね。うわあ、君か。あれ？頼むよ。こんなことやってる場合じゃないんだ。わあ、君か。え、してんの？ご存知？しまった。恥ずかしい。俺は恥ずかしい。
を見てればわかるよ。ただのエレベーターに見えるよ。それはまあその通りだけど、ボタンパネル見てごらん。ボタンがないのね。それが問題なんだ。普段ならここをグラウンドって書かれたあれだ、そういう名前なのは地上まで連れてくるからだ。でも今はそれが虫に取られているのかよくわからない。探し回ったけど無駄だった。新しいの作らないとダメかな。え、どうやって？きっとなんとかなるよ。おお、ラップ完璧。ちぎれた線、まあ俺は技術がないが何らかの磁気技術によって動いているということくらいはわかる。ボタン作れそうかな。まあ無理ですが、とりあえず最初の計画通り進めるさ。またドアを開けるか。あーちょ、飛びかかってますやん。いてて、て困ってる。これもう一回。かなりタイムロスが最悪だ。これ4つ、あーまず いけないね。こっちに行こうとすると行ける。わー、なんかこれまた行けないとこがいっぱいあるよね。行けないとこいっぱいあるよね。なんだろうね。こっちこれ進んでいくだけ進んでいってさ、またさ戻れなくなったみたいな。あらお兄さん、いいところでバーでもやってるじゃないって感じ。からのカッコーヒー、あ、手に入れるのかよ。ミルクと砂糖、みーどっちも好き。でもこういうキーに入ってるやつは嫌い。どういうことそのまま飲むタイプってか。もうちょっとで充電完了。こい、お、いや、こんばんは。どうして誰もいないの？普通はカフェって人がいっぱいいる。ほほ、ディスってる。地表と行き来するエレベーター壊れてるから。そうらしいね。最近街のインフラが被害が拡大してるのさ。連絡通路や階段があちこちで壊れ出してて、もう頼りになる移動手段はあのエレベーターしかない。まあそれすらも今となっては。そういえばさっきここに来た背の高い男性も同じこと言ってたよ。地上行きエレベーターのボタンを見かけなかったかって。彼イライラしてる時に見つけたけどって言ってさ、地上は見てないけど極上のコーヒーならあるよって言ってあげたのさ。それがさ、全く受けなかったですよね。上限対象より、すいません、あのセリフが長いのでちょっと全部読んでたらもうなんかさすがにあれでした。後で聞いてみたらどうだい。で、んでした。なんかこれ、金属か、これ、あー無理か。今のところ組み合わせられそうなのがないって感じですかね。もうちょっとで充電完了ってことは、これ充電完了したらまたもうここに戻ってこいっていう感じなのかな。じゃあもう一回極上のコーヒーでもこう飲みに行ってもらいましょうか。でこれなんか行ったからこう新しいとこ行けるとかそういうノリではなさそうですね。じゃあ、違うところに行ってみましょう。なんか4つも行くところがあったらなかなか多いっすよね。うん、最悪だ。3分無駄にした。え、何これ。俺もしかして俺がいろいろやってるのこう測られてる感じ。それは結構困るな。ダメ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 。今の絶対お披露目タイムになるところ。あの今日の最後に行きましょう。じゃあ最後に行くということで、それ以外のじゃあまず3箇所調べていきましょう。お邪魔します。再び。だから曲がなんかだいぶこうなんていうの、穏やかな曲から結構激しい感じの曲になってきたよね。うん、こっちに進んでいくとこっち行って、ここは入れない、ここも入れない、ここ怪しい扉が一箇所だ。超目立ってんじゃん。と思ったけど、ああ何ガチャって、ああどうした、ゾンビなんか喋れ。住んでる人がいるから勝手にベッドに寝たらいいよ。誰が住んでるかもわからないベッドで寝た貴様が言うなっていう話なんですけどね。こんばんは、ペニーさん。ずいぶん汚い声のペンギン。ずいぶん汚い声のペンギンだな。え、じゃあこれって、あ、これは開けない。じゃあこの、え、何、ここは関係ない。あ、いけ、めっちゃなんか広いな。どうしようかな。一個一個調べてたらすげえ時間がなくなりそう。どうもゲームで遊ぶか。あ、いいよ、いい、いい。じゃんけんって知ってる？希望する。え、待って、カーンの長さはタイマーをセットしろ。なんでもない。やべ、噛み合わねえ。じゃんけんが噛み合わねえロボットって相当だな。電源が切れてる。私の両親はね、いつも家にいないの。でも気にしない、慣れっこだもの。C-WT 第二世代ユニット 4E が相手をしてくれるから、たまに変な話かとするけれど。頑張ればいつかこの子制御化できるかもしれない。そのことは制御化のこと、うん、確かに。ロボット関連の単語をどうやって説明したらいいかわからないけれど、大きな本がたくさん、そのうちの一つはロボットの取り扱い説明書。てさあ、じゃあってことはちょっとさっきの右のとこに進む前にもう一個その光ってた怪しいとこ入りましょうかね。お邪魔しまーす。似たような、あなた侵入者とか、もしそうだとすれば私モデル
8XM ホームセキュリティロボットシリアル番号 39232B839B4 はあなたを通報しなくてはならない。あ、ごめんなさい、あのドアに鍵がかかってなんか入ってなきゃ出てった方がいいかな。不審な行動をスキャン中、検出された不審な行動、よかった。へへへへ、座っててマットレスも住んでやれてて、そしてパソコンここで YouTube 上げてやる。どうだ、これでも不審な行動ゼロと言い切れるのか貴様。これは多分あの僕ブルーホースが100だけど、あの2個がマイナス100だから大丈夫っていう感じのやつですね。ほい、ほい、強豪から引っ越してきたばかりでな、この町はあそことは全然違う。強豪にいたことあるだろ。あん、緑で溢れてる、早く帰りたい。じゃあ帰れよ元気。え、何ベッツィには口論をつけないとダメだな。ベッツィって誰？ベッキーの友達みたいな。食べ尽くされてる。君かベッツィって、違うよーって言われちゃった。で、まだあるんだよね。え、なに。あ、お掃除ロボルンバ、ちっちゃな車みたい。乗りこの選択肢は楽しいな。どっちがいいと思う？上？下？好きな方を選ぶ。あー、いや、乗りたい衝動を抑えるべきだ、乗るべきだ。え、やるんだ。乗ってるなんともシュールな絵。電源が切れ、電源切れてばっかりじゃん。これ大丈夫？乗り続けててさ、プシューってなることとかない？あ、楽しかったね。あ、終わり？え、実績6個解除した。夜明けとともに、夜明けとともに、なんかさ、でももう一度だ、もう一度、わかった。お前もノリノリじゃねえか。楽しかったね。よし、じゃあもう一回。一度で十分。ああ、なるほど。実績を解除するためのやつだったんですね。な、植木鉢鉢植え、ピンクの花が植えられてる。めっちゃ入るドアあんじゃん。誰かいます？あ、いた。誰？こんばんは。植物がたくさんあるね。あるとも、すべて自分を育って、ね、何でも聞いてくれ。この世界の植物の多くは強豪に接続している。あそこには浸水問題があるが、それでも他の地域よりも良好な状態なんだ。不毛の地はまあ不毛の地だな。不毛の地は不毛の地か。おお、そうか。なんかピンクの花で、流し台、刈り取られたジョウロ、水が半分入ってる。おお、枯れてるわけではない。つまり枝が葉っぱってところ。おお、これってなんか一個一個覚えとかないとこうクリアできないくらいの、このなんかあの最後にさ、あのグランチルダっていう魔女がさ、あのクイズをこう出してくるやつみたいになるじゃん。全然違うゲームだったよね。バンジョカズイ、あ、やべえ、全然読んでねえ。これはキナの名ばっかりの歌かな。小麦だ、その光合色なんとも素晴らしいだろう。わあ、一個一個にこう説明差し挟んでくんのめんどくせえな。ってことで左に、ああ、ここがもう行き止まりということで、じゃあ戻る感じでいいのかな。また新しいバー的なところがいいね。コーヒーを作る機械だ、すごく暖かい。コーヒーカップだ。ミーはまだコーヒー飲めないや。あ、だよね、コーヒーの中に入ってる砂糖やミルクは嫌いって言ってたもんね。いや、こんばんは。お前救世主か。いいスカーフしてるな。ありがとう、ママが作ってくれたんだ。綺麗な手段と伝えておいてくれ。わかった、またママに会えたらね。うわ、切ねえ一言だな。いや、あ、また同じセリフだった。切ねえな。まあ、ママにはきっと会えるさ。ブルーホースがポンコツでなければ。超目立ってる冷蔵庫ある。私のこと開けてと言わんばかりに。冷蔵庫に全然役に立つかも。家庭に持ってっても誰も気にしないよね。うわ、なんか時々そのなんて言うんだろうね、まあ、あの僕自身がこう悪いやつだっていう認識はあるんですけど、こいつも悪いやつだと思うんですよね。このドアの方に外せそう。外しちゃった。外して、で、これが、こっちはまた、さっき、あ、また別だね。なんか光ってるよ。小さな植木、あ、違うの、光ってなかった。流し台だ。で、右の方。うわー、危ねえ、武器が、髪の毛だらけ。もう誰も使ってなさそうだし。だから、どんどんこう、武器が手に入っていくな。カフェグラウンドと磁石。まあ、そうだよね。組み合わせられない。あ、これ、え？缶を切り抜いて長方形に折りたたんで工作みたいだね。
うん、こんなに単純なわけないよね。どうやってエレベーターに接続したのか、とりあえずやってみよう。やっちまったよ。グラウンド、しかもグラウンド、あ、グラウンドって書かれたって書いてあったからか。なるほど。で、これにこうとかしたら、遅いね。どうにかくっついてこれでいいのかな。お、時期を帯びた？で、これを水で濡らすと。さすがにそこまではうまくいかないよね。ほう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 。なんか今回、サクサクいってんじゃないですか。うん。前回ですね、ちょっとね、なんかすいませんでした。やっぱ酔った時にプレイってのは良くないから、シラフで行かないとダメですよね。とりあえず、なんかできそうなことできたっぽいので、戻って、で、あと右上の方に何かがあったから、それをこう見て、で、とどめさして、で、お昼寝しよう。うん。そんな感じで行きましょう。なんかまた癖の強いやつが出てきた。めっちゃこっち見てるよ。あ、見てないかった。こんばんは。12時10分さ。まあ今となっては時間などほとんど意味がないけど、太陽を決めたみたいに夜は終わりを告げてくれない。じゃあどうしてわかるの、時間のこと。私にしかできない方法。こんばんは。あなた時間と了解しました。なんか書いてある。盗難防止のためにボルトを自明している。自由に使ってくれて構わない。テープ台だ。テープに固定されている。ホチキスらテーブルに固定されている。コンピューターか何かかな。コンピューターを見るとやっぱりね、警戒しちゃうよね。私は電力室の整備士です。問題が発生しましたか。うん、実はチューニックエレベーターが壊れてるみたい。ボタンが一つなくなってて、それで電源してくれないかな。この部屋から出るようにプログラムされていません。そっか、じゃあ気づいて。うわ、ポンコツ。マジか。どうしたらいいのかな。どうしたらいいのか。じゃあプログラムを書き換えちゃえばいいんじゃないですか。ゴリゴリゴリ。あ、ダメか。プログラムか。あ、そっか、制御かうんぬんってのがそれにかかってくるのかな。急に音楽がなんか暗くなってきたよ。もしかしてついに四天王渡るが登場。チャンピオンか。多分ドアか金庫みたいなもの。真ん中に小さな画面があるよ。ちょっと待って、今小さな画面がある。ほう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 。なんかどんどん登っていける。うわー、なんかクリスタルみたいなのがいっぱいあるね。で、これ登っていっ、えっ、でっ、でっ、あー、またなんか外に出てきたっぽいね。うわー、音がガンゴン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 言ってる。そして広っ、えっ、何、わー、実は大きな町に来るのは初めてなんですあ、もうちょっと手前で言ってくれるかな。うん、この世界にいる人のほとんどがここに住んでるのかな。確かに、まるであれだね、お台場から見た東京の街並みみたいな感じ。うん、レインボーブリッジはないけどね。あ、特に感想なく。これ、ここは見れないのか。これどこまで行けるんすかね。これあれ、なんかミーの村とは全然違うね。あの村はとても小さく大きな平原に囲まれてんだ。この前ミーの夢なんかちょっと見えたでしょ。村で一番高い建物でたったの2階建てだよ。おお、そうか。うん、待って、本当に無限。何、こっちも、ブルーホースはどうなの？どんなところに住んでるの？内緒だよ。その他、町でも村でもないところ？船とか？うん、船じゃないね。でもこんな町に住むなんて想像できる。ミーは無理。ちょっと怖い。でも素敵なところだよね。どっち？怖いけど素敵って。何？好きだけど嫌い？これ、あ、もしかして戻ってきた？ただ一周ぐるっと回ってきた感じ？あ、みたいですね。うんうんうん。ほら、スーパーマリオ64で、ラストのクッパと戦うときに、70枚のスター集めてなかったら階段が無限みたいなのがあるじゃないですか。来たー。今回はどこに現れてくるのか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、一服させてください。いきます。何シャブ MDM、 このフィルムを虚空にさらしたまえ。虚空じゃねえ、虚空だ。恥ずかしい。またフィルムを戻せば答えが明らかになる。コンピューターから変な透明のシートが出てきた。数字でこういうのさ、1999年に大作が出てさ、2003年の夏と秋に第2作と第3作が出てきた M トリックスっていう映画あったじゃん。それだったら下から上に、あ、上から下にブワーって。そうじゃねえんだよな。もうわかんない。とりあえず持っといたらいいのかな。で、これは何？
未だまだわからないのかだろうな。ヒントが欲しいか。いやまだまだいいだろう、頑張りたまえ。私はどこにも行ったりしない。今のを何、虚空にさらすって何、虚空にさらすって何、どってて虚空にさらす、違うよね。これか、違うの、これは違うな。7月ですよね、今日の収録日は。虚空にさらす、ちょっと待って、虚空にさらすって、もしかしてあれ、こう、ちょっとごめんなさいね、今皆さんにマウス見えてましたよね。あー、いやー、はや、お恥ずかしい。虚空ってことはここに来ますでしょ。で、上に行って、あので、ここに来て、あれ、ちょっと待って、さらしたけど何も起こらない。え、じゃあ違うのか。違うのかな。違う、いい、燃やす気か、燃やす気か。虚空にさらすとなんかあれなんだろうね、斜めに文字が出てきたりとかするんだろうけど、そうか、ここに来てかと思ってたけど、やっぱり発想が単純すぎたか。でも今回その後ろのキャップ、デスクトップの背景とかも今回変わってないので、特にあれなんですよね。どうしよっかなー。でもなー、ヒントをここでもらえますかって言って、はいっていうのと、ね、編集さんにですね、ヒントっていうのをこう求めに行くのって結局どっちも負けな気がするから、もうちょっと頑張ってみようと思います。なんか君も、こんばんは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 、そうかと思いますんで、で、ごめんなさい、20分もちょっと過ぎたんで、一旦行くべきところは行きましたから、ちょっとお昼寝させて終わろうかなというふうに思います。で、次回のパートが始まるまでに、どこ、虚空のところあったかなってことをこう思い出して、で、サクッと進んで、やっぱりブルルホスト2個って最高のコンビネーションじゃんつって終われるようにしていきたいと思います。ということで、これ多分あれだよね、ちょっと歩き疲れたな、だよね。ということで、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。今回は割とサクサクだけど、次回の伏線もしっかり回収していいパートになったんじゃないかななんて個人的に勝手に思ったりしてます。ということで、お疲れ様でした。さよなら、バイバーイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。